はい、第3戦の全日本ロードレースも終了してパレードランとなります。今、スゴのコースに入っているところです。自分のバイクでね、こう走れるっていうのはいいですよね。いいね。今ピットレーンです。ピットの出口です。イエーイ。ホームストレートですね。グリッドに着きます。ホームストレート結構下ってんですね、これね。割とね、これコースがですね、2メートルほど広がったそうです。回収されて、第5番ブリッドに着きました。ここで記念撮影か。はい、記念撮影も終わって走行開始ですね。何台あんだろう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、スタートです。おー、はい、トップス23度。はい、第1コーナーです。イエーイ。第1コーナー、スノー第2コーナー、飛んで下って第3コーナー、ここ突っ込みですね。ヘアピンです。ヘアピン、結構ヘアピンなんだけども、上りながらのヘアピン。そして S 字倒して倒して、上ってハイポイントコーナー。ほんとコース広いね。このスピードだと。はい、レインボーです。レインボーコーナー。はい、バックストレート。下ってる。バックストレート。気持ちいい。で、馬の手に突っ込みます。と前に行く、気をかけて馬の背に。SP インです。 40R SP イン。
イエーイ。SP アウト。110R。地形に入ります。もう結構バンカーあるよね。本当に。地形。村山運送地形。イエーイ。はい、10% 最終コーナーを曲がって 10% 上りダンロップブリッジ。5番ブリッジなんかまだ残ってますもんね。ストレート19番17番あたりでグリッドから下り坂なんね。チェッカーフラッシュ。相撲のコースは楽しいな。アップダウンがあって結構面白いね。アップダウンとこのコーナーは実際レースする人は大変なんでしょうけど、ありがとうございました。で終わりだね。最終コーナーを上がってこれで終了。ありがとうございました。ありがとうございます。ピット内は60フット。あ、こっち新しくできたピットですね。回収された西ピット。ありがとうございました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 。スゴーのパレードラン楽しいね。本当に楽しめました。また来たいと思います。それじゃあまたです。